割と、11月16日、木曜日の夜なんですけれども、見たかったね、君ごめんね。どっかに、どっかに。じゃあ、こんなに行ってもらおうか。あ、まあ横になってもらおうか。今日はね、あの、木曜日なんですけれども、まあ、木曜日通常休館日なんですが、今日はね、飲みますよ。その理由はこの後喋りますけれども、まあ、それう一回置いといて。 まあ、あのー、最近も筋トレやりながら、いろんな動画を見たりしていて、最近、まあ、YouTube とかも飽きてきたというか、まあ、見るものなくなってきたみたいなところがあって、過去の M1 とかを見返してるんですよね。2017年ぐらいを今見たりしてるんですけれども。2017の M1 を見ていて、ミキが、えー、っと、ファーストラウンドっていうところで、まあ、決勝進出になる。 なるんですけども、なったんですけども、その直前に、ミキの漫才が終わった直後に、司会者の今田浩二が聞いたら、なんか、確かこの時だと思うんだけど、えっ、ー、と、まあ、緊張しましたけども、楽しくできましたみたいなこと言うんだよね。で、漫才師にとって M1 の舞台っていうのは晴れ舞台なわけで、まあ、憧れの舞台なわけで、緊張しない方が珍しいと思うんですよね。だからこの年初めてさやかが出ましたけれども、さやかの新山くんじゃない方が、あ忘れちゃった。ごめんな、名、ま、前、あ、忘れちゃった。 が、えっ、ー、と、石井くんか。石井くんがちょっと噛んだりして、まあその後2022は新山くんが噛むみたいなことあったりして、それぐらい緊張するような舞台なんですけども。でもそういうところでも終わった後に楽しめましたって言えるってすごいことだなと思っていて、まあ漫才師の皆さんまあ、 まあ、が受ける、漫才師がやったネタが受けるかどうかって楽しめたかどうかにも関係するんじゃないか、比例するんじゃないかと思ってるんですよね。で、これは僕自身の、まあ一般的にそう思われてるかわからないけど、僕は少なくともそう思ってるっていうのは、授業も同じだと思うんですよ。授業もやる側が楽しめたかどうかによって、相手にどう伝わるかは変わってきて、それによってまあ評価は変わったりするんじゃないかと思うんですよ。つまりこっちがいやいややってる授業っていうのは、それが多分伝わると思うんで、聞いてる側は別に面白くないっていうか、 まあ嫌な気持ちになると思うんですよね。だこっちも楽しめる方がいいだろうっていうのは僕のポリシーなんですよ。っていう話も一回置いといて、今日11月16日木曜日は授業も会議もなくて、もともと休みの日なんですけども、今日は東京北区にある順天高校というところにですね、まあ、ある意味出張講義に行ったんですよ。 で、今までもあちこち行ってきた話をしましたけれども、今日なぜ学校名が出せるかというと、すでに僕が行くことがそこに書いてあるからで、要するにオープンになってる情報なんで、まあ学校名も言っていいと思うんですよね。で、まあ、あの、出張講義とはちょっと違くてね、これね、すごいことだと思うんですけど、この学校が今週月曜日から金曜までのその放課後の時間帯に、月から金の5日間、90分ずつね、 いろんなところから人を呼んできて、いろんな人に話してもらっていて、で、毎回ね、毎日、多分ね、20とかあるんですよ。合計100、100人とかいう単位の人がやってきて、話をするんですよ。それはまあ大学の教員であったりとか、専門学校とか、あとは例えば東京メトロの人が来たりとか、会社の人が来たりとか、まあ保護者の方もいるし、その高校の先生もいたりするし、小学校の先生もいたりするしね、まあ、ありとあらゆる人が来るんですよ。で、それの興味のある話を聞いて、 まあ、いや聞くみたいな感じの場なんですよ。だからちょっと出張講義ってどっちかっていうとその大学側の営業みたいなところがあるんですけども、今回そういう要素では全くなくてね。で、ちょっと具体的な金額は言えないし、まあ具体的な金額言えないんですけれども、そこの学校が話してくれたつまり我々に対して払ってくれる謝礼の金額ってあるんですけど、これがね、すんげえ高いのよ。破格なんですよ。 で、ただし、僕は大学から派遣されて行って、大学から出張手当てみたいいただくんで、それは、まあ、いりません。自退したわね。なんかすごいやらしいこと言ってるけども。あの、まあ、泣く泣く自体はしたわけですよ。まあ、それを置いといて。で、まあ、とにかく、ものすごい高い対価を本来もらうはずの内容なわけですよ。学校側からしたら。だから、いつもに比べると、いつもに比べるとっていうか、いつもの学校を、すごい、なんか、あの、なんかするわけじゃないんですけれども、 いつも以上に、まあ、ある種緊張するわけですよ。向こうからの、こ向こうからこちらに対する期待感が高かったりするわけね。で、いつもの出張講義とさらに違うのは、まあ、あの、違うのは、まあ、出張講義なんかでもその学校の先生がいらっしゃったりして、どっか、いつかの時に雑談動画の中でそこの学校の先生が生徒に混ざった、混ざってグループワークをしたって話をしましたけれども、まあ、今日もそういう先生がいらっしゃったんですけど、先生じゃなくて、保護者もいるのよ。 っていうところが今までにないところで、だからその学校関係者なら誰でも参加していいっていうイベントだったんですね。で、これがね、無事に終わりましたっていうことですよ。で、これがね、今年の、えー、出張合議続いてましたけれども、これの最終回だったんで、飲もうって話なんですけどね、本当にね、うまくいってよかったって感じですね。 いや、これはこれでね、まあ、ある種の新作作っていったんですけれども、これがね、まあ、割とハマったと思っているんで、よかったと思うんですけれども、だから終わってからね、わざわざあの、すごい面白かったですって言いに来てくれた女の子とかね、フランス語の質問してくれた子とかね、いたりしてね、よかったなぁって思いましたね。本当にほっとした。ほっとした。だから多分、僕出たことないからわかんないけど、M1 の決勝で漫才一本やった感じの感覚なんじゃないかと勝手に思ってるけれど、本当にこれは、もしかしたら漫才師の皆さんに失礼かもしれないけどね。 っていう感じで、本来木曜日は、えー、休暇日ですけども、今日はもう1年間の出張工業があったん多分ね、十何本行ったんですよ。それの終わりだったんで、最後だ。今んとこ,今んとこだけどね、最後なんでね、今日は一人で乾杯したいと思います。一人っていうか、まあ皆さんね、えー、いろんな人に乾杯したいと思います。皆さんも素敵な夜を。じゃあまた。